すごい歓声だ。皆さんありがとう。パチ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 。どうした、ピーノ。ごめんなさい、僕人間じゃないんです。人間の皆さんが嫌ってる擬人なんです。騙すつもりはなかったんです。僕はただ擬人だってみんなを楽しませる心を持ってることを分かって欲しかったんです。本当にごめんなさい。あ、よかった。そんなこと気にするな。擬人だろうが人間だろうが感動する心に変わりはないわ。擬人の心は素晴らしいぞ。見直したぞ。また歌ってくれ、ピーノ。ブラボー、ブラボー。皆さん本当にありがとう。あったけえな。ブラボーブラボー、素晴らしいじゃないか、ピーノくん。いや、擬人のピーノくん、私も感動してしまったよ。人を楽しませるということがどんなに素晴らしいことか分かってもらえたよね。ところで残念な話なんだが、実はこのサーカス本日で終わりになるんだよ。早いな。メッサラに逆らって擬人にサーカスを見せたのがバレてね。ふう、全く悔しいよ。でも君と会って勉強になったよ。いろんな意味でね。ありがとう、ピーノくん。これお礼だよ。取っといてくれ。すっごいもらった。おめでとう、ソーラさん、ピーノ。みんなを楽しませる心回路が、起動しました。心がピン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 。キャラめっちゃすごかったね。人間のみんなにあんなに喜んでもらえてよかったね。これで擬人のことを少し理解してもらえたかも。でもサーカスを中止にさせるなんて、メッサラってひどいやつだな。うん、46号のおかげですね。赤さはたすけさんいらっしゃい。一ゲットありがとう。のりさんいらっしゃい。赤です。うーたんいらっしゃい。赤さはそらさんいらっしゃい。赤です。5個目さんいらっしゃい。赤つ6個目さんいらっしゃい。赤ピーののりとぺさんいらっしゃい。赤9個目さんいらっしゃい。赤つむろさんいらっしゃい。赤つです。物欲さんいらっしゃい。赤さはら14個目さんいらっしゃい。赤さはおちょろさんいらっしゃい。赤らん係長いらっしゃい。暖かかったな。27個目さんいらっしゃい。赤さは34個目さんいらっしゃい。雑巾で拭くのか。36個目さんいらっしゃい。赤ひでじいらっしゃい。赤つ全さんいらっしゃい。赤つレベッカさんいらっしゃい。赤つぷかさんいらっしゃい。おしっこ我慢していた。いってらっしゃい。赤ぜ初見です。はい、いらっしゃい。苦しんでください。ちょっとラスワークですけれども、一応このゲームをね、並走プレイしてます。3人の生根さんかな。他のこの発電機ってどうしたいのかな。調べてみようか。なんかいじってる。なんかモリモリするぞ。なんだモリモリ。思考力、想像力、感じる力が下がる。ダメなことなのかな。初見です。懐かしいゲームしてますね。はい、いらっしゃい。プレゼントください。あ、キルコが回復した。思考力、
力も下がってますよ。じゃあセーブをして、また警察のとこ行ってみようか。怖いな。今の目的はね、わからない。サーカス卒業したばっかりです。警察官のとこ行ってみよう。それかコルロ城、先ファムジーンとこ行こうか。うん、平和主義です。そうね、バイトもいっぱいできるようになったね。思考力を上げて、気力を上げるってことか。うんうん、他がでも下がるけどね。ぬいさんはね、最近は結構もうこの時間、夜遅めかな？ 10 時、11時ぐらいから、だらだら。で、時間できたらね、お昼もやってます。夕方お昼ぐらいかな。ポポさんいらっしゃい。お守りしましょう。じゃ、ファムジーンとか行こう、ファムジーン。あ、なんかなっちゃん泣いてる。やったの少年、お前の心が天に通じたんじゃよ。豊作やん。今日ね、この枠ラスアクにします。ちょっと待ってよ。ドラクエ5はね、もうちょっと、シーザーを諦めて、その代わりにブリザー仲間になったんで、もうちょっとシーザーでずーっと仲間にならんまま、レベルが上がる一方なんで、ちょっともうシーザー諦めますね。で、明日の夜できたらいいなと思ってます、ドラクエ5は。ニャータンってなんだろう、ニャータン。そう、ザラキ町を代わりに、気まぐれさんいらっしゃい。ミミさんです。なんかなっちゃんうちりくちゃうよ。なんで？お金8万もあるもんね。一緒だ。臭いくらいフーフーして舐めに来た私を。レロレロ。懐かしい？これしか知らない。すごいぞ、ミミさんと同じに歌えるじゃないか。素晴らしいぞ。うん、感動するな。まあ素敵だわ、みんなあんなに喜んでる。きっとピーノの心が通じたのよ。だって歌って嘘がつけないものね。ピーノ、本当にありがとう。これバイト。うん、お礼よ。また素晴らしい歌でみんなを楽しませてあげてね。おお、1万円もくれた。なっちゃんやめて、お尻向けるの。あんなに上手に歌えるなんて。また歌いに行こう。だって1万円もくれるんだ。でも買えないものないですね。思考力49、想像力84。ミミさんね、人間ですよ。
なんか擬人にも人間にもこう優しくしてくれる、対等にこう扱ってくれるね、貴重なお姉さんみたい。なお、これ叱りまくるということ聞かなくて辛い。うん。生地をバカにしようって。もうね、もやしです今。こんちはーす。スポーツ少年になってお待ちしてました。作物が売れましたので売り上げを。うん。にゃんぽこさんいらっしゃい。にゃーまの花ってさ、あれかな、王女様に渡すのかな。偉そうな人嫌いって言ってたもんね。3枚は余裕で買えますな。食べる食べれるのか、選択してみようか。城の王女様が大好きで、いつも、お届けしています。以前王女様とちょっとお話ができたんですが、王女様擬人にすごく会いたがってるみたいですね。お、じゃあちょっともう買ってきますね。無駄遣いかな。これちょっと天使がふっかけてる気もしますけどね王女様の好きなお花ですって言って3万円で売ってる気がする。なっちゃん、もう終わるからさ、ちょっと待ってよ。あとあまり手につけてないものってさ、コルロのついてなんでしょうね。あ、これ買えないって、品切れ。ゴリゴリ。あと鉄球か。わずかな力で敵を倒せますなんて。鉄球ちょっと一個買っていいですか。強そうなの手に入れたぞ。ボロ儲けだぜ。杖に対して記憶がない。無敵の石。そうだね、ボールと一緒でしょうね。耳のこと喋ってる。見て見て、あの子、ジャンヌ様を倒した少年よ。何さ、生意気って言ってる怖い怖い。じゃあ王女様にあるのかな。一回行ってみようか。追い出される気はするけど。あなたはピーノ様、残念ですが、しかしあなた様が擬人だったとはやりますな。私、擬人を見直しましたよ。いや、お世辞でなく。お、いい感じですね。競技場の人はどうだろう。心変わりしたかな。やっぱダメかな。あ、ダメだ、怖い恐ろしすぎる、この人。はあ、そっか
46号のとこ行ってみようか。教えて46号。へえ、ミミさんと同じように歌えたな。ピーノくんやるじゃないか。今度ゆっくり聞かせてね。あ、もうなんかもうお前に教えることは何もないみたいなそんな感じだ。コルロ校行ってみますか。でもここな気がするな、裏通り。ねえ、あんな人いたら恐ろしいですよね。介護してくれんかなえ、ファムジーンの介護。あ、しょぼーん。アットジーはどこか行っちゃったよ。赤サーラーまさきさんいらっしゃい。これなんか擬人の墓場みたいでね、ほら手があって足があって。今攻撃的じゃないからどうだろうか。お話できないかな。お、なんかしてる。何にもないっす。警察の人邪魔だ。お疲れ様っす。うん、どうも。この島には山猫という泥棒が出るのだ。その姿を見たやつは誰もおらんのだ。山猫さんだって。今のところ運動性の性格になってんのか。行ける？あ、こっちは行けないのか。ポリス掲示板もかみましょう。ボールを使って警官をびっくりさせろという変な誘いをかけます。見かけたら警察に連絡。出なかったね。わわ、走ろうかピーノ。絶対開かないって言ってたな。うん、うん、あー、やっぱ開かないのか。まだ早いのかな。いや、走れるかなって思ってこれでもすぐなくなるんかね。普通の鉄球だったら一回出してみようか。亀投げるバチ当たりが言われる。優しすぎる僕には合いません。なんだって。そうなんだよ、攻撃力がな。優しすぎてもダメなの。走るしかなくないか。やばいやばいやばい。よし、なんとかなった危ない危ない。寝ますわ。ゴミとなったな、鉄球が。うん、性格すごい偏ってますよ。ゴミってる優しいだけの男なんて。
と気になることはコルロの井戸の情報と、あの炭鉱にどうやって入るのか。あ、お花ですか？どんな感じになるかな？食べちゃわないかな？はい、ちょっと待ってね。あ、なんか練習したよ。ゴーストさんいらっしゃい。いや、コルロの井戸っていう言い方をしてたんだけど、町のおじさんがね、ジョナさんいらっしゃい。夏目は可愛いな。告白してるのかな。わかったぞ。あ、わかった。そうそう、そうだよ。これ何が上がってんだろう。優しさ、真面目さ、魅力だって。魅力高どういうね。99。分かったぞ。気力がない。いろいろネガティブってないですか？ネガティブっていう項目はないですかね。気力めっちゃ減りましたね。調子はどうす、サハラさん。スポーツ少年。おバカになってきてる。思考力53。ちょっとコンピューター見てみよう。コルロ炭鉱データ。炭鉱の入り口の扉は大声で開く。偽物飯田神大穴一本橋音声ドアがあるというデータが入ってたよ。偽物飯田神大穴？大声データ？偽物ってなんだろう。ここにヒントがあるんですね、攻略の。開け方はマスターさせろってことかな。開き上がれみたいなやつだよね。音声ドアがある。飯田神大穴なっちゃん一本橋音声データかな。直すというかきっとあれだな。メガホン的なものって売ってましたっけ。ちょっと見てこれ。やっぱあれだよね、あれ。なんでみんな分かってんの。メガホンなんてあったかな。大声デール、ないかな。モリモリの実、なみなみの実、ラッパ、気になるよね。4つの番組が見れます。
ただテレビの見過ぎはどうなもんでしょうか。え、思考力下がるのかな。あ、かつナムサンさんいらっしゃい。うっさ、あれかよ。今までのプレイでなんとなく予想できそう。攻撃性を上げるのかな。メガホン的なものはないですね。ニコニコ見ようか。テレビで全下げるだよな。ガツンと攻撃力上げるの買ってみようか。攻撃チップ、1万コルロか。結構しますね。じゃあ1個買います。毎度。ドーピング祭りですね。ピーノがおかしくなっていくよ。薄い本やも。薄い本どこ行ったかな。外に放置してました。食べたいなあ、ここ。うん、野ざらしのあれですよ。河原から持ってきました。ちょっと上がれば剣振ってくれるかな。剣も外に放置してなかった。今はダメでも将来に役に立つ。リセットか。あ、やっぱ攻撃性がないから。剣を持ってもって感じやね。さあ、そこに鳥がおるじゃろ。ストレスも溜まってきてる。9燃えない。じゃあドアの開け方を忘れさせます。よし、ごめんねピーノ。違うよ。でもあんま怒るとな。とりあえずまだ信頼93。違うと思う。やっぱ攻撃性かな。なんかそんな気がせんでもないな。はい、じゃあ本日もありがとうございました。ラスアークまで、明日は一応予定としてはドラクエ5の裏ダンジョンを予定してますので、うん、そうね、敵をつけて攻撃性を上げよう。ではお疲れ様でした。